メルパチノサンタラ航空836便オーバーラン事故は、インドネシアの西パブア州ソロンから同州マノクアリに向かっていたメルパチノサンタラ航空836便が、2010年4月13日に目的地の連打に空港でオーバーランした事故である。機体は3つに分裂し、44人が負傷したが死者は出なかった。スラバヤで撮影された事故機事故機は、 EKM 度として登録されていた。初飛行は1990年3月16日で、1990年4月2日に、ユナイテッド航空に納入された。2009年11月12日に、メルパチノサンタラ航空へ引き渡され、事故当時は38,450サイクル、約54,700時間飛行していた。現地時間11時、836便は、 連打に空港の滑走路35へ着陸したが、2004メートルの滑走路をオーバーランし、終端から200メートルほどの地点で停止した。事故機には103人の乗客と6人の乗員が乗っており、うち44人が負傷した。当時は雨が降っており、オーバーランした機体は何本かの木に衝突して、翼が引き裂かれ、尾翼が損傷し、機体が3つに分断された。 機長は、総飛行時間が1万6000時間を超えており、副操重視も2万2000時間を超えていた。調査の結果、インドネシア民間航空局に5つ、航空会社に2つの合計7つ、安全勧告を発行した。この安全勧告には、パイロットの訓練内容の見直しや、国際民間航空機関の基準を満たす、要滑走道端安全区域を拡張することなどが、 書かれていた。また、ボーイング737ほどの大きさの機体が安全に着陸できるように空港や安全規則の見直しを実施した。ありがとうございます。